今日は毎年10月の初めのこの時期に開催される北広島エルフィン音楽祭へとやってまいりました。音楽と楽しく関わり、楽しい生活空間を作り出すことをテーマに、北広島音楽協会が主催するこの音楽祭も今年で38回目を迎えました。本日のステージには北広島を中心に音楽活動をしている7団体が出演します。お母さん
最後は出演者全員での合同合唱です。中学校の卒業式などで歌われるこの歌、第一三唱です。そして懐かしい童謡、小さい秋見つけたを全員合唱して、エルフィン音楽祭は幕を閉じました。あと38回目を迎えましたということで、もうすごい伝統を感じるんですけれども、昭和50年代の半ばですけれども、まあ、音楽文化を、まあ、一つにまとめて発表会をという、そういう考えが当時の教育委員会にありまして、それで平成3年に音楽協会を作りまして、その際に当時の音楽の集いをエルフィン音楽祭と名称を変えて、それで今日を迎えていると。この後どんな風になっていったらいいなって期待していることとかありますか？高校生大学生あたりが少しずつこの、ね、輪に入っていただければ、まだまだ活性化するんじゃないかなと思います。北広島の町に芳醇な文化の香りを漂わせるこのエルフィン音楽祭、来年も必ずやってきますよ。